北井選手、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の素直なお気持ち聞かせてください。本当に仲間に盛り立ててもらって優勝だと思うので嬉しいです。じゃあちょっと決勝戦のところを振り返っていきたいのですが、スタートを守ってライン引いてからになりましたが、それは想定通りだったんでしょうか。まあ、車番的には一番こうスタートを選ぶにあたって不利な車番だったので、まあ、前々から取れた位置で考えて、まあ、いろんなパターン考えてました。競争中、郡司選手の後ろになりましたが、どういったことを考えていたんですか。いつもは先頭走ることが多いですけど、バンクだったので、まあ、その自分ができる精一杯の走りっていうのを考えながら走ってました。でもご自身が思う精一杯の走りってどういったものなんでしょうか。まあ、先頭の選手は先頭の選手で仕事がありますし、バンクの選手はバンクの選手で仕事というのがあるので、その任された位置っていうのの中でも自分自身の精一杯の走りっていうのを考えました。それで前を出て、その時ってどういうふうな判断で前に出たんでしょうか。まあ、本当にいいペースで郡司さんが踏み出てきたので、脇本さんがホームのところでふわっと外を見ているのが見えて、小翔さんが降りてきたので、まあ、そのままずっと後ろにこういても小翔さんが進まれてしまうかなというふうに思ったので、ちょっとそのタイミングでも張りに出てくるという感じですね。郡司選手の全力の走りというのはどういうふうに受け止めたんですか。まあ、本当に昨日もそうでしたけど、後ろについてて、なんか熱い思いを聞いている感じでした。ゴール戦後、ちょっとアクシデントがありましたが、こうゴールの瞬間というのはどういった感じだったんでしょうか。まあ、正直ちょっと着順とかもちょっと分からなかったですけど、まあ、最後必死に走ろうというふうに思ったので、まあ、ただ、ちょっと最後こう痛々しいゴールドになってしまいましたけど、まあ、それもそれで自分らしいようになっていると思います。でもレース終わって期待コールはありましたか。それ聞こえましたか。はい、聞こえました。はい、どうでしたか、ファンの歓声。いや、本当に普段から発送前から冷凍から皆さんの声援がすごい聞こえてますし、そういった応援が日々のレースの力になります。ありがたいです。レース終わってから LINE の選手たちからどんな言葉をかけられましたか。おめでとうっていうふうな声をもらいました。よかったっていうふうな声をもらいましたね。皆さんいつも北井選手の活躍でさらに力をもらっている方たちだと思うので、なんか報われたって思ったんじゃないでしょうかね。まあ、なかなかこう本当に楽なんですけど、みんなにそれって思ってもらえるチャンスっていうのはないですし、まあ、もしかしたら今回が最後なのかなというふうに思ったので、そういうふうに見ることができます。今回グランプリの権利を獲得しました。いかがでしょう。もう本当にこう競技選手になって目標としてるところではありましたし、もちろんそこで優勝したいというところでもありますし、そこに乗れる機会というのを掴んでいるかと思います。2021年にデビューして、今自分の立ち位置って想定していましたか、デビュー当時。まあ、僕自身そこに向かって必死にやっていきたい、そういうふうになれるというふうに自分自身の信じて必死にいざタイトルを手にして今も噛み締めているところだと思うんですが、改めてお気持ち聞かせてください。今年 G1 まだ残ってますし、本当になるのか一人で
自分が取れるチャンスのところしっかり取れるっていうのを、はい、なんとかしていきたいなと思います。やっぱ込み上げてくるものありますか？このあとまだまだタイトルあるということですが、まあ、なんか神奈川をさらに盛り上げていくキーパーソンになると思いますので、本当に頑張ってください。ご自身でもやっぱりそういう認識あるんでしょうか？そういう、まあ、自分自身は芸人に対して熱い思いを持ってやってたときに、まあ、そういう思いをこう少し感じてもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。では改めてファンの方に向けて喜びの声を聞かせてください。いつもありがとうございます。まあ、今回の中野の中野の皆さんの声援のおかげで掴み取れたタイトルだと思います。今回の中野は経験のために頑張って応援してもらえるように走りますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。